どうもこんにちは、みとしです。今日はですね、だいぶ前にリクエストいただいてたんですけど、じゃーん、クラブハリエのバームクーヘンを食べたいと思います。これはですね、アベノハルカス近鉄店で買いました。なんかこの箱いいですね。なんかおはい、こんな感じです。結構ですね、重量があります。結構重いですよ。で、この僕の買ったサイズの価格はですね、2160円です。で、カロリー自体はですね、 100g あたり 432kcal ってなってるんですけど、全体のグラム数が書いてないので、ちょっとこれ自体が何キロカロリーなのか分かんないですね。じゃあちょっと開けてみましょう。おお、バームクーヘンのほんのり甘い香りがめっちゃしてきます。あー、うまそうだな。おお、はい、こんな感じです。やばい、これうまそうですね。バームクーヘンなんて何年かぶりですよ、食べるの楽しみです。では早速いただいていきましょう。いただきます。はい、今日はタリーズのコーヒーです。タリーズも結構美味しいんですよね。ではいただいていきましょう。おおほほ、贅沢だな。おお、ほら、やばい、この感じがめちゃくちゃ食欲そそりますね。では、うまい。食べたらですね、このしっかりとついた砂糖のコーティングがですね、口の中にですね、甘さを広げてくれるんですけど、なんといってもこの本体の生地がすごくいいですね。生地自体はですね、結構しっとりめです。それで卵の風味がしっかりと出ててですね、これ優しい甘さがですね、口の中に広がりながら、バニラの香りが鼻を抜きます。美味しいですよ、これ。まさかこんな美味しいバームクーヘンがあるとは。どうかな、見てますかね、リクエストくれた方。うまいです。あの安っぽいバームクーヘンにありがちなんですけど、結構パサパサしてることが多いんですよ。ただこれはですね、そんなこと一切なくて、すっごいしっとりしてます。うん、一口一口に重量があって、すごい食べ応えもあります。ほら、断面がまた美しい。めっちゃ綺麗に作られてますね、これ。このしっとり感がやっぱり好きだな。もうこれどんどん食べ進められちゃいますよ。
食べてたら無言になっちゃいますよ。ケーキみたいに甘すぎないからどんどん食べ進められますね。これほら、もういつの間にかもうこんだけですよ。というか今日あまり喋ってないかもしれないな。まあいいか。あとこんだけです。ごちそうさまでした。はい、というわけで今日はですね、クラブハリエのバームクーヘン丸々一つ食べてみました。バームクーヘン久しぶりに食べたんですけど、めちゃくちゃうまかったです。なんか思ってた以上にしっとりしてたのが個人的に結構好きでしたね。あとは甘すぎないのでバンバン食べ進められるのもまたいいところですかね。リクエストをくれた方ありがとうございます。なかなか美味しかったです。はい、まあそんな感じで僕の頭の中でバームクーヘンの木が生えてきそうなので、この辺で終わろうかと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。